にに基づく方法で2つ目に紹介するのがニュートン法ですニュートン法は2回動関数2回微分の情報を使いますどういうことかこの目的関数で説明してみましょう一次元のこういう非線形のノンコンベックスな目的関数大体いい我々はこういうのを相手にするので探す方法は最小値極小値を探す方法はいろいろあるわけです最急効果法はどうしたか微分方向に進みました例えば今いる位置がここだとすると微分 つまり1回同関数直線の方向が勾配ですよね勾配を当てはめて直線を当てはめてその直線が下がる方向に進みましたでも直線でなけれもいいわけです2回同関数を計算して2回微分でこういう二次曲線を当てはめることもできますそれがニュートン法ですこういうふうに二次曲線を当てはめて今いる位置についてこういうふうに当てはめたとするとその放物線の極小値最小値まで一品に進んでしまうというのがニュートン法です 例えば今いる位置がこだとすると直二次曲線を当てはめたらこういうものが出てきて今いる位置からこの最小値まで一遍に進むことができます。こんなふうに2回同関数を計算するのがニュートン法です。でこの1次元の場合にはこういう放物線で計算で当てはめられますよっていうのを簡単に示せるんですけれども2次元3次元もっと高次元の場合にはどうするかというとテーラー展開を使います。 ちゃんとした数式で導出しましょう。今これが目的関数だとします。θ がパラメータベクトル、多次元のベクトルで、f は目的関数で1次元スカラーで,スカラーですで。これを 2,、えー、と2次のテーラー展開までやってみましょう。1次はここまでです。θt という周りでこの f を展開します。そうすると、この定数項は θt のときの f の値が出てきます。 でここが一時近似ですね。この θ と θt の間の差をこの微分ベクトルにかけます。こ,れここ内積なのでスカラーになります。ここまでが一時近似です。二次近似はさらにこれが続きます。θ と θt の差のベクトルはこことここ両方ついてきて、ここに2回同関数でできた行列がであります。これがヘッセ行列、ヘッシアンです。で、これをどうするか。 微分をとって0と置きますなぜこれを最小化するところを求めたいわけですからつまり微分して0を求めたい求めればいいわけです微分して0微分しましょうこの定数項はなくなるでこの θ とこの微分ベクトルの,がだのところだけは残って θ で微分してるから θ はなくなってこの微分ベクトルがそのまま残りますこっちの方はえー、っとこの右側の θ と θt の 差の部分だけが残っていてここの行列はそのまま残りますこっちの方はなくなりますで2回同関数なので2が出てきてこの1 2分の1をちょうど打ち消しますこれをベクトル微分なのでちょっと慣れないかもしれないですけれども調べてみてくださいこういうのがすぐに使えるようになりますじゃあこの式が出ました微分してイコール0これで解きましょう何について解くかシータですシータを出してちょっと変形するとこういう形になります ここはヘッセ行列の逆行列に出てきますこれで最小値が求まるわけですこういうところですねさっき1次元で言うとこの二次曲線で当てはめたものの最小値のところまでいっぺんに飛べることになりますで、今いるシータ T の位置からシータプラ1の1まで進むにはこの式をそのまま使えばいいんですがまあ、オプションとしてラインサーチをしてこの係数をつけてもいいわけです どうせ我々はこういう非線形なノンコンベックスなものでやってるのでこっちの方向が分かったらこのステップだけじゃなくてそっちの方向でもっといい方ところまで進んでもいいわけです。まあ、どちらにしてもこれは計算量が高くつく時もあるのでこれはオプションですね。でこれヘッシセ行列です。にんじんの同関数でできているので微分がちゃんと計算できないと大変なことになります。 二次の同関数まで有限差分で計算するとなんか差分で数値微分で計算しようとするとものすごい計算量がかかりますなのでちゃんとこれは微分が解析的に導出できる関数でやった方がおすすめですでこういうふうにちゃんと当てはめができるかというと多次元の場合にはこんな感じで目に見えないのでこれがちゃんと当てはめられるかどうか2回2次曲線で当てはめられるかどうかを考えなきゃいけないんですがその場合にはこのヘシアンが整定値かどうか を見ます正定値だったらこういうふうにコンベックスでパラボラみたいに当てはめることができます。正定値じゃない場合には面倒くさい形になってるんですねサドル型みたいなものになってます。こうなってこうなってで。そういう時には諦めてその場合には勾配方向に進むっていうふうにいろいろ場合分けをしなければ実際にはう,うまく動きません。ですがまあこの例を見てみましょう。これは最急降下法でうまくいかなかった例でした。ここですね。ここかから始めるとこう,うまくいかないな 最近効果法を1を変えるとコンコンとすぐ行くんですけれどもそれがどのくらい改善されたかニュートン法ではこのくらいうまくいきます3ステップ4ステップですこい行きますどこから始めても大体うまくいくことになりますこのくらいニュートン法は安定して動くときにはうまく動きますなので2回微分の情報を使えるときにはニュートン法を使うのがおすすめですもちろんニュートン法以外にもいろんな方法があります純ニュートン法とか、えっと ガウスニュートン法とかレーベン・バーク・マーカードとかそれはこういうもののもっと発展したバージョンなので自分各自で調べていいものを選択してみてください。